山本一世、山本一世、山本一世、1889年、明治22年5月27日から1959年、昭和34年1月16日は、滋賀県出身の日本の天文学者。滋賀県出身者として、最初の天文学者、理学博士、博士登録番号227番、天文学専攻としては、国内8人目の理学博士、 山本一世は1889年、明治22年5月27日、滋賀県久留本九条多賀見村、気流、玄丘市桐生一丁目に生まれる。山本家は、代々両を制業とし、名字盾脇を許されていた。七尾清、祖父聖の真の名を継ぐ。また、山本目帝とも称したは、安郡津だけから養子氏として、山本家に入り、教師として、 自動教育に尽力した。山本一世の命名は、祖父、山本清之信が行い、立花の吉本知世のような乱遊百術、不助一世より二次が用いられた。祖父、山本清之信は、県会議員を務めるとともに、監視や和歌の作者としてもなお知られてを、岩屋治、岩屋十六と模書を通じ信仰があった。山本は1902年、 明治35年税税中学に入学し、1907年、明治40年3月同中学を主席で卒業。卒業後、第3高等学校入学までの間、滋賀郡滋賀神城高等小学校と高賀郡港区口高等小学校で、子供たちを教え、同年9月第3高等学校に入学する。1910年、明治43年9月、 当初電気工学科に合格していたが転科が認められ、京都帝国大学理工科大学物理科に転籍。その年の5月に計4メートルドームに、合計18センチメートルの望遠鏡が、ハレー水星観測のため吸い付けられた大学に、天文専攻生第1号として入学した。1913年、大正2年7月京都、帝国大学理工科大学物理学科卒業後、 直ちに大学院に入学し、同年12月に、滋賀県来本郡地、田村、現在草津市と立東市にまたがるの川崎英子と結婚する。翌1914年、大正3年4月大学助手となり、5月、水卓井戸観測所に赴任し、井戸変化と気象との関係を研究するため文部省、即地学委員会の職宅に命じられ、大学より派遣された。 1915年、明治4年4月大学講師に任じられる。なお、1916年、大正5年より1922年、大正11年の間、毎年夏に即地学観測委員会の移植に基づき、関東及び新潟、長野の約280地点で重力測定一致。1918年、大正7年6月鳥島での日食観測を、 行い、同年10月大学助教授に任じられた。1920年、大正9年9月日本で、最も歴史の長い天文道公会、略称、オアーを結成した。なおオアーの結成時の正式名称は、天文道公会で、その後、東亜天文協会と会称、さらに現在の名称である、東亜天文学会に改名した。1922年9月文部省大外。 研究員として、アメリカを中心に、イギリス、ドイツ、フランスに留学し、1925年、大正14年3月帰国。翌4月京都帝国大学理学部、1919年、大正8年文化大学を学部に改め教授に就任した。同年7月論文、大気に、夜公然屈折の効果研究のため水沢にお手業、ヘルイド変化の同時観測提出により、 学学博士学位を受ける。1926年、大正15年、山本人志の天文学の発展のためには、専門家でなくても天体観察ができる天文台が必要だとする主張に啓発され、倉敷貿易専務、原木義の出資により、倉敷天文台が竣工した。1929年、昭和4年10月には、京都帝国大学における前任者、 新城新造博士、後に第八代兄大総長から受け継いだ花山天文台が開外され、山本は初代大長に就任した。1935年、昭和10年、パリで開催された国際天文学連合、ザ・インターナショナル・アストローナミッケル・ユニオン、IAU 第36回総会において、王道光委員会初代委員長に就任した。IAU 委員会において、 日本人が専門部会の委員長となったのは山本が最初であった。1937年昭和12年3月には、君山島に除され、同年に広島県瀬戸村玄福山市郊外で王道校観測所が解消した。1935年昭和10年頃より山本を支持する者から山本を中傷する特命文書が大学や文部省、 関係者に郵送され、果ては当時京都帝国大学内で起きた汚職問題に山本が絡んでいるとのデマまで出り、1937年、昭和12年には大学より辞職勧告を受けるに至った。山本としては理由がない辞職はできず、汚職に関しては検事局が調査したが、問題も出ず1年を越したところで、1938年、 昭和13年5月31日に大学を依願退職した。大学を退職したその年8月、ストックホルムで IAU 総会があり山本は引き続き、王道光委員会の委員長に留任。9月には、スウェーデン天文史学会名誉会員に推挙された。1940年、昭和15年10月には、実家での天文台建設に着手、11月より、 天文観測を行いながら、建設を行い1942年、昭和17年5月施設の山本天文台、田上天文台が竣工した。戦後政治の世界にも自らの理想実現を、求め衆議院選挙、滋賀県知事選挙に立候補するが、落選、1948年、昭和23年8月村議会の要請により、 上田城村長に無投票当選したが、翌年、村議会と対立し辞任した。晩年には、地元ボーイスカウトの運営にも携わり、1959年、昭和34年1月16日、滋賀県草津市の長南拓で没した。生涯を通じて、プロの天文学者とアマチュア天文家の橋渡しをし、天文学の広範な普及、発展に大きく貢献した。年譜。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。